はい、コーヒーがですね、与える意外な影響というですね、記事が出てたんですけども、コーヒーを飲むとですね、集中力が高まるとか、認知症、それから肥満、そういったものの予防になるっていうんですね。じゃあ、どんどん飲んだ方がいいと思うんですけども、やっぱりですね、飲みすぎると軽いね、カフェイン中毒によるイライラとか、ストレスなんかがね、ストレスなんか起こしたりとか、あと睡眠不足に陥る可能性があるので、ほどほどの量を飲むのがいいということなんですね。こっからはね、僕がある筋からね、こう仕入れた情報ですけどね、よく新聞こう読みながらコーヒー飲む人いますけど、ああいう人って大概ね、新聞のラジオ欄とかね、テレビ欄ばっかり見てるんですって。うん、コーヒーだけにアイス、ラテ。忘れてください、今のはね。今のは忘れてもらってね。あれですよ。コーヒー大好きな人がね、お肉屋さんに行くと、絶対ね、同じもんばっかり買っちゃうっていうんですね。何買うか。シナモン、ロースト、ウインナー。ネズッチです。では、また。